37.31 となっております。日本高校記録は白地に赤い東海大のマーク、大会記録はアルファベットの J のマークで表記されております。それでは決勝に出場の選手を守備順に紹介いたします。西川さやかさん、昨夜の花、大阪。上谷美代さん、茨城キリスト、茨城。中村玲さん、東大阪大経営、大阪。川田直さん、中村学園女子、福岡。星奈々さん、矢部美代、福島。山本裕貴さん、鹿児島女子、鹿児島。松永理子さん、四日市野望。奈良岡美奈さん、弘前中央、青森。石垣彩香さん、半田、愛知。以上、12名の選手によりまして、女子やり投げの決勝が行われます。それでは、女子やり投げの決勝、競技が開始されます。どうぞご注目ください。男子砲丸投げ決勝、3回目の試技を終えてのトップ8が表示されます。4回目以降の試技順に3回目までの最高記録と合わせて紹介いたします。小松海斗君、野代翔陽、秋田。3回目までの最高記録は 15m79。 三田穂高君、聖光学園、徳島。 15m94。 夏井優希君、富士、岩手。 16m20。石坂翔馬君、古典、東京。 16m23。 鈴木愛人君、東京高校、東京。 16m31。 福田翔太君、大阪桐蔭、大阪。 16m65。 松田亮太君、徳也子の花、大阪。 16m89。 そして現在トップは稲津隼人君、私立岐阜商業。18m14 の日本高校記録まであと4センチと迫る記録でトップに立っております。男子砲丸投げ決勝、どうぞご注目ください。男子三段跳び現在3連続に入っています。第3段跳び5回目に近代高専の翔平君が 15m16kg 跳びまして第5位に上がってまいりました。続いては山形中央の佐藤です。
砲丸投げの決勝。先ほど東京保全の石田君、16m56と記録を伸ばしまして第4位に上がっております。第3段跳び、続いては群馬前橋の選手の早川です。ここまで 15m49 で現在第3位。続いては前の最終投擲者、兵庫神戸スズランドの大学です。男子の大谷は続いての投擲者、私立新商業の稲福君。最終の主義者は大阪大成学院の井村君。